ハハロー YouTube ニハー YouTube オヨンンリンチーです,、えっとですね、今日もです、ね、日中を股にかけた、えー、かなり昔から玄米が好きなバイリンガルの僕がです、ねえー、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。えっとねまあ、日本で多分玄米が、えー、流行り出したのって、まあ、意外と10年ぐらい前だと思うんですよね。 でそのずっと前から、えー、僕は、ね、あの玄米の方が好きで、えー、あの玄米の方を、まあ、まあそをできる範囲で食べていました、まあ、なかなか、ね、あの玄米って昔見つからなかったと思うんですけどもね、まあ、まあそのお米屋さんに行けば、ねあのまあ、まあ売ってやったんですけどもあの、まあ、ちゃんと探さないとないような状況でしたね、今は、ね、なんかスーパー行けばまあどこそこ売ってるような状況ですよね。 はい、えっ、ー、とですね、あの今回の、ね、中華ニュースなんですけども、えー、みかんということで、このみかんっていうのはですね、えー、っとね、まあ、多分あの日本語の,あの米ぬかと同じ感じだと思うんですけども、まああの米ぬかということでね、あのお米の,その玄米から、えー、だ脱穀っていうのなんか玄米からあの白米にね、あの生成するときに、 脱穀じゃないない、まあ、ま生成するときにあの出る残りの部分ですね、皮の,の部分とかね、あのそんな感じの部分なんですけども、あのこの米ぬかをですね、えー、中国の,ねあの国家保健局がですねあの見直しましょうと。 えもっと米ぬかを、ね、たくさん食べていきましょうとあのそういうふうに発言したということで、まあ、一部に、ね、これに対してちょっと、ね、あの恐怖を覚えている、えー、人たちが、ね、いるわけなんですよねあのどういった恐怖かというとですねそんなに追い込まれた状況なのかみたいなねあの、まあ、国が言い出したということはあのこれから、ね、その米ぬかを食べないと、えー、我々は、ね、あのやっていけないような状況に、ね、陥っているのかみたいなね えーまあ、そういったふうに考える人もいるわけなんですけども、まあ、確かに、ね、なんかこう準備としては、ね、あの非常にいいと思う、まあ、心が構えの準備としては、ね、あの僕も、ね、なんだかんだ言って、ね、あの普段、ね、あの節約といってあの、まあ、部屋にいる時は、まあ、まあ旅行とかしてない時はです、ね、あの結構、ね、もうオートミールだけ、えーおまあ、プロテインとオートミールだけで、まあ、2食ぐらいは済ますんですよ。 まあまあめん時間の節約となんかあのまあ栄養価もあるし、まあお金もねあの別に余計に使わなくていいんでねあのそれやってるんですけども、あのまあねあのその米ぬかっていうのは一応ね栄養価は非常に高いわけなんですよね。あの米の部分はですねあのなんつのかなまあ糖分の塊でして、まあそれだけ食べてるとですね確かえー、日本昔ねあの、まあ、まあまあまあ武士とかがねあのまあ活気になっていたと、まあそういった時代もあったぐらいね。 あのまあ、ビタミン B とかは、ねそのえー、米ぬかの方にに、ね、ついているということで、まあ、米ぬか食べるのは、ね、非常にいいことなんですよねあのただねあの、まあ、そこまで落ちたかと、まあ、米ぬかは、ねまあ、一般的には、ね、あの飼料とかで、えー、食っているようなもんなんで,、ねでえー、何が不安になっているのかという話になってくるんですけども、まあ、まずは、ね、最近あの、ロシアとあのウクライナが、ね、あのバチバチやり合っているというのがあってですねあのこれによってですねあの何が。 起こるかっていうとう、えー、まず、ねあの、ウクライナがです、ねあのまあ、まあ世界最大級の,あの国葬なわけなんですよね。えー、それで、ね、あの実はです、ね、もアメリカというのが、ねえー、農業大国な、えー、わけなんですよね。あの最近、ね、そのアメリカが中国からちょっと距離を置こうとしていると、まあ、実はです、ね、あの中国国内の,あの農業関係というのは結構、ね、あのアメリカからコントロールされていて、まあ、まず、ね、あ,のあらゆる野菜の、ねえー、種。 あのこの、ね、野菜の種っていうのはです、ねあのまあ、操作されていておい、えー、しくて、えー、少ない期間であの、えー、たくさんのお、ね、いしい野菜を取ろうと思ったらです、ね、もう本当にあの1台しか続かないと、まあ、あのそういった、ね、種が、ね、もう売られているわけなんですよね、まあ、だからその種を使用しないと、まあ、農業の効率が、ね、非常に悪いということで えー、そういった種をですね、まあ、まあ日本も持ってるんですけども、まあ、アメリカがたくさん持ってるのと、えー、そもそもですねアメリカがあの、まあ、穀物とかそれ関係のね 農業大国なんですよね。あのアメリカっていうのはですね、本当に、えー、鎖国をしてもですね、あの全然あの自,自国だけでやっていけるぐらいに産業がねあのまあ、充実してるんでね。まあ、そこがねあのアメリカの強さではねあるわけなんですよね。で対して中国はねあの種は持っていないと。えー、それでねあの米とか。 まあまあ野菜とかで、ね、生きていこうとすれば、ね、結構あのやっていけるんですけども、あのー、例えば豚ですよ、豚、えーとね、ここで言っている豚っていうのは、えーとね、あのいつも僕が言っている豚ではなくてい,いつも言っている豚っていうのは、ね、なんていうのかな、えーとまあ、どっちも家畜かなああの家という漢字はこの屋根の下の豚って書くんですけども、えー、これはです、ね、あのマンションを買うやつ。 中国国内でね、あのマンションを買うやつは豚っていう意味なんだけどもっていうのの豚ではなくて、えっとねまあ、家畜なんだけど、そのマンションを買ってずっとローン地獄の豚ではなくて、あの食肉になる方の豚ですね、あのこっちの、えー、豚はです、ね、その飼料はね、あの大豆をだいぶ使用してるんですけども、その,その大豆っていうのがです、ね、あのアメリカから来ているわけなんですよね。 アメリカから来ているし、その種豚、あの豚胸、ね、なんか本当にあの配合というのがあって、えー、うまく配合しないとね、あのちゃんと、えーまあ、育たないと、まあ、短期間でね、おいしい豚にはならないと、えー、育つおいしい豚にはならないということで、まあ、これも種豚胸のアメリカからとかね、あのデンマークから来てるんですよね。えー、要はですねその、なんていうのかな、まあ、中国人がよく食べる豚ですら、その飼料と、 えー、その種豚はですねあの西側諸国から来ているということですね、まあ、最近、あのー、なんてうのかな、まあ、ロシアとウクライナがバチバチやってきて。 えそれでね、あのーまあ、まあ中国というのはどうしてものほら、えー、まあまあ政治的に、ね、こうロシアにちょっと近い方にいるわけなんだけども、まあ、結局、世界の国葬、ねあのー、ていうのは、ねえー、まあアメリカ、ウクライナ、えー、ブラジル、あとはオーストラリアとか、ねまあ、そこら辺はです、ね、もう本当に全部、ね、西側についてるわけなんですよね。 で,でね中国ねもともと人工大国だったわけなんですけども中国をねあの人工大国にならしめたのはですね、まあ、米だったわけなんですよね、まあ、米はね中国国内でたくさん取れるとおそ、まあ、らくあの米の自給自足はできてそれであのカロリーは足りるんだけども。 あの豚とかは、ね、あの食えない状態になってくる、肉とかちょっと厳しい状態になってくる、肉とか野菜とかたっぷり食おうと思ったらね、ちょっと結構厳しい状態と、えー、それでね、その種とかもねその海外に握られ、その種の技術もね、えー、海外に握られていると、まあ、これ中国の、ね、国務院が、ね、そういうふうに言ってましたからね、えー、そういった厳しい状態に、ね、あのなってるということなんですよね。だから、あのそれに対してですね、 あのまあ、もし何か起こった時のために皆さん、多分準備しておこうぜぐらいの、えー、勢いだと、ね、あの思うんですよね、あの米ぬか、非常に、ね、あの栄養価があってあのしばらくやっていけるよと、まあ、まあそのビタミンとか、ね、そういったあの繊維質とか、ね、あのそういったものたっぷりとっていけるよと、まあ、だからあの今のうちに、えー、慣れておきましょうねみたいなね、まあ、でも、ね、特に、ね、あの収入がない人はです、ね、たまにちょっと米ぬか食べて。 米ぬかなんかこねてなんか食うのもね僕なんかいいんじゃないかなってはあの思うんですよね、特にねあの中国国内ね、あのなんていま、えー、だに10億人ぐらいがあのあの月収2000元以下とかなんで、まあ、そういった層からね、まあ、ちょっと、まあ、もし米ぬかがね余ってるんだったら、まあ、米ぬか食べていくのもいいんじゃないかなとは思いますけどねただ、ちょっとこれを聞いたらねちょっとうってなりますよね、えこれから米ぬかみたいなね。 あのそんな感じになると思います。はいえー、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それででは皆さんリンキーでした最近